これ絶対虫に刺される格好だよね。いやそれは、うん、やばいっすよ。多分足すげえ蚊に食われてますよ。やだそんな、そんなの、そんな現実的なのやだ。お、あったあったじゃん。あった。おじゃあ開けます。あ、これフェアリーいなかった。はーい、チェックして。はい、オッケーっす。うわっ、意外に強いな。硬いですね。意外と強いですね。強い。強い。強い。はい、怖い。だからあの、G 獣のあの、結構簡単に倒せないイメージが残ってる。お、落ちた。よし。はい。え、何も出ないの？アイテム。いろんな人に、いろんな人にバーって入ってんだ。あ、なるほどなるほど、うん、じゃあニードもクソもなんもないんだ。ニードもクソもない。全然知らねえもんばっかり。何その強獣層って。強獣層は惚れますね。シムさん、これ経験値入ったりするんですか？経験値もらってます。あ、マジですか？そうなんだ。よかったよかったハッピーハッピー。12万も入ります。あ、それはよかったじゃあちょっとなかなか出るまでやれば。ありがたいです。なんとなくレベルがどこだこれ。あ、ここだ。ちょっとレイクランドだったら大丈夫だね。チムさんもいけるもんね。いけるいける、レイクランドはいけるいける。あの、最後の方がもし出てきたらいけないってことか。ああ、そうだね。あんのかな、地図。どうなんだろうね。なにこれ。よっしゃー。あ、クロス出た。お、ウィンディゴクロス出ましたよ。早速出たじゃん。やだー、おめでとうございます。何個必要なの？3個3個か。あと2個出さないといけないの？やる気失せてくな、これな。でもなんか意外と簡単に入る。あー、ダメな方だね。じゃあ、いや、マソラに、マソラの方行こう。で、マソラに地図渡すわ、後で。あ、はい。まだあるから、チョコボカバンね。じゃあ、ここだな。魔点がもらえるの嬉しいな。魔点ちょっとありがたいですね。うん、あ、ちょ、魔点俺ゼロじゃなくなったんじゃない？あ、魔点60になってる。2回やったからね。やったぜ。いいんじゃない？じゃあ、だって俺2万ギルで地図買ったじゃん。2万ギルで魔点30買えるってことでしょ。全然安いじゃん。いや、でも倒した時に、終わった時にギル入ってません？マジすか？1万ギル入ってますよ。え、全然1万ギルで買ったような。あ、1万ギルで買えてる。しかもね、みんなにあれでしょ、マテン入るって言ったら、もうマテンもお金も入る。大ハッピー。お金も入る。やーべえ、ちょっと一生地図回しましょう。これゆけさん、地図のマーケットに出てる分しかできないよ。地図なの。うん、で今もう2万切ったから、あと、うん、地図出してくれっつって2万以上になっていくから。動画で動画で言うから、みんな地図買ってくれ。買い占めますか、みんなで。これは検証じゃないですか。地図買い占めたら儲かるのか損するのかみたいな。結果摩天だけ乾燥したとかさ。ここ虫刺されの心配なさそうね。なんでそんなに虫刺され心配してんの？え、虫刺され。ファンタジーの世界で。いや、でもここもなんかいそうですよ、この草むらに。いますかね。虫はどこにでもいますわ。積み食い化したやつとかいそう。うわ、厄介だな。刺されたら積み食いになっちゃうんすか？積み食いになっちゃいますね。やだな。開けまーす。はーい。やばいな。チョコも積み食いになったらどうしよう。刺されてですか？乗れなくなっちゃうな。お、経験値入るのか。経験値入るのかってセリフが。ちょっと経験値欲しいな。経験値欲しい。経験値入るかもしれないけど、あまりレベル離れすぎるんだろ。軽くなくなりますよ。軽くなくなります。今、まず出た。すげー時間かかりますよね、倒すのに。でもまあなんか4人とかでもできるっていうんで、4人80人とかいけば何とかですよね。検証レベル60ぐらいで地図は開けれるかみたいな。60は無理か。無理じゃないかな。当たらないと経験値もらえなさそうな気が。あ、そっか。うん、
一発当てなきゃダメか。同じパーティーにいてもね。だあとレベル離れてたらダメでしょ。あ、そっか、それもダメか。うん、あ、雑魚倒した時に経験値が入ってるってことかな。え、どうなんでしょうか。じゃないっすね、うん、ってことだと思いますけど、うん、あ、はい、また当てた。マジマジ、何として。あ、花火上がったよ。おめでとうございます。あざっす、おめでとうございます。リーチ、リーチですね。リーチやーべー、リーチ一発ツモ、なんだっけ、わかんないや。え、ていうかこれイケボクラスしか出てこないんじゃないの。ちょっとこれ12渡すからさ。あ、はい、あれ、あ、違う、これダメなやつだ。こっち渡すわ。これでいいよね。で、マスラ開けてくれれば。で、今度チムさんが最終エリアまで行ったらこれ開けよう。なるほど。アラケティカ出ました。よしよしよし。いやいや、全然全然全然。あそこはもうちょっと見て、うわーって言ってほしいんで。うん、そうね。いや、間違った。あそこに行って、うん、チムさん画面の前できっと、レーガーリアーって言ってくれるから。あ、そう。面白かったです。見ました、あれ。開けまーす。ほい。はい。お腹でかいのだ。でかいの一匹。これは増援パターンな気がする。わーい、バリア。まあそこそこ硬いけどな。うわ、ほら増援きたもん。だと思ったよ。うん、ま、マコさんを、マコさんをカッチカチにする。マコさん、マコロさんじゃなくて。あ、マコロさんだった。またね、俺タンクじゃないって。よし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 。あ、そっか、これエリア移動しちゃったから、ファクトゼロになってる。すげえな、マコロさんのリジェネ何個ついてんだ。あれめっちゃついてる。チョコボの分。チョコボの分だと思う。じゃあさらにちょっとフェアリーで縛り付けよう。私もリジェネ使える。なんかでも 5.0 になってからリジェネあんま使わなくなった。嘘。うん、即発回復があるといらないかなっていうか。あら、入りませんでした。今マテン何番だった。マテン、マテン10だった。あれ、さっき30くんなかった。30くれた気がする。なんかあるんじゃないですかね。あ、なんかあるんですかね。あ、あれもなんかありましたね。30、10、10だね。ケッチーな。ギルも今回のやつ少ない。はぁ、あ、ほんとだ。あ、ほんとだ、3400とかだ。あ、3000しかもらってない。ケチっすね。なんだろう。なんだろう、1日1回とかそんな感じなのかな。何回もでどんどん減っていくのかな。なんかでも昔も同じ地図で当たり外れあったんで。なんかでもそれじゃないですよね。ちょっと一回ゴブ行って買ってこよう。あ、はい。エターナルリング便利。あ、めっちゃここ綺麗。綺麗綺麗。そう、レガリアの CM できるよ。またいい加減飽きたって言われるよ。この背景見てると小林製薬の糸ようじって言いたくなる。あ、それどうでしょう、見てる人にしか伝わんないから。そうね。今自分の画面からだとすごい、あのレガリアが墜落してきた。ゾワーンっつって。はい、開けます。はい、出してください。あと30もらった。30。なんだ、なんかすごいの入ってた。なんだこれ。何入ってた。あ、ライトニングクリスタル198。なるほど、ゆけさん出ませんでしたわ。待って、今回は、じゃあ今回30きたな。30個31万ギル。ごちそうさまです。どうもです。3個目が出るか、うん、マテンでなんかどっか交換できるかっていう。あ、コルシアトっすね。あ、オッケーっすね。じゃあ
殺し屋。あ、殺し屋調べろってことね。そういうことですね。こう行きまーす。おーいーす。はい。オートマット。なんか、どーもくんとかカエルとかいっぱいいるな。どーもくん。またやろう。あ、出た。マジ？おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。経験値が最後。ありがとうございます。ミッションコンプリート。コンプリートです。ありがとうございます。お付き合いありがとうございます。ありがとうございました。なんか意外と簡単に。意外とね。出ますな。経験値そしてほら、だって18万ももらえる。倒したこれで何十万も、何十万もするんだったらいいっすね。だってそれで、あ、魔点も120溜まってる。うん、そうか、魔点が入らなくなってしまうんだ。なるほど、よしよし。なかなか。ついでだから、このまま、あれですよね。トメラに。はい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 。